もともと原田のバーっていうのは、番組のファンであるとかね、もともと原田さんのファンだったり、あの収録現場にギャラリーとして来ても大丈夫という制度で実はあったわけですよ。ああ、コロナ禍じゃなければね。そうです、そうです。うん、でもちょっと落ち着いてきたので、なるほどね、今回ちょっと最初にね、ああ、確かに来ていただこうかと、初めてギャラリーを今日はちょっとお招きして、収録も見てもらった、ギャラリーって俺知ってるけどね。というわけで後ろに長らくいていただきましたが、キキワンはお久しぶりで、はい、お久しぶりです。シオンさんね、会うのは多分初めてですよね。初めてです、はい、ここ長崎でしょ。長崎です、すごい。今日東京たまたま来たの本当に。そうですね、たまたま用事があって来ました。用事が、あ、仕事とかではなく、まあそうですね、いろいろ用事があって、じゃあそれわざわざ持ってきてくれたわけですな。それあ、そうですね、すごい、聞いてきました。すごいな。それはちなみにキキワンは昔からよく知ってて、はい、こう衣装は自分で作るって聞いてたんですよ、はい、そうなんだって言うと、あのシオンさんはどうなんですか。作ってます。作ってんの。はい、そ角は角も作ってます。何で作ってんの。トイレットペーパーです。トイレットペーパーですって。すげえ、いや、かっこいいな。で何で固めて、水で固まらないときは水溶きボンドとかでシュシュってして固めてます。へぇ、はい、コスプレはある意味、はい、こそういうテクニックもないとできないわけですよね。だんだん覚えてきますね。だんだん覚えてくる、はい、もう裁縫のような、その服も服もですね、自分でタトゥーシールとかも自分で作って、タトゥーシールを切り取って貼るみたいな。あ、そうです、あの自分でこうデータ作って。しかも、ね、毎回それ使い捨てなわけじゃないですか。使い捨てです。それ取れるの。取れますよ、ベイベイって。ベイってベイベイってそうな、大変ですな、そうコスプレーっていうのも。ちなみにこう二方に聞きたいのは、キャラクターはそれはなんでそれを選ぶんですか。そのゲームで自分で使ってるからなのか、パッと見てインスピレーションなのか、これコスプレーしたいなと思う瞬間っていうのはどういう。鉄拳 5DR でリリちゃんを見て一目惚れです。あ、これいいなと。あ、かわいいみたいな。あれ、キキラン鉄拳 5DR から鉄拳で。そうですね、鉄拳はそうです。それは逆に言うとキャラから入ったの。キャラです、キャラです。あ、そうなんだ。キャラ重要だね、そうやって聞くと、うん、もうだってもうあの時リリちゃんすごくなかったですか、人気というか。もう、すごかった、すごかった、すごかった、ね、もうね、リリの人気を出すためにあえてドラグノフを、うん、地味にしたら人気投票でドラゴンの方が上回るとよくわかんない気がする。まあ、あれあれみたいな。古来よりの鉄拳ファンは、うん、ああいう。そう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 。で、あえて避けてたんですよ、リリーみたいなキャラ、うん。やろうとしたんだけど、ね、ずっとボツにしてて、うんうん、いや、そろそろやるかと、うん。やったら大人気。はい、釣られました。あ、それで釣られたんだ。あ、やっぱ効果あったな、じゃあ。これ、じゃあ、しおんさん、その。私もキャラデザーがもう一目惚れで、え、好きってなって。あ、そうなんだ。え、やろうって思って やりました。そうなんだ。あのね、これ後付けじゃなくて、エリザは、ま、真面目に鉄拳プロジェクトなりに実は女性層を狙ったんですよ。あ、そうなんですか。男性向けのキャラじゃなくて、女性が好きになるキャラを産もうとして、で、だからあれ、まさにあれもだから相良さんがスケッチ描いた。あの実はアリサと、うん、あのそうエリザは結構女性デザイナーが女性が好きになるようにで 性、まあ、女性に限らずですよ、もういろんな人好きになってもらえたけど、やっぱ女性デザイナーに任せてちょっとそのセンスでやってくれみたいな感じでやったんですよ。だからそういう意味で言うと狙い通りの人が来てくれてやったんで落ちました完全に。鉄拳にしては珍しくガーってコスプレ増えたからね、エリザーズに、うん、コスプレをやっててこれすごいシンプルな質問、コスプレをやっててよかったと思う瞬間とすごくここは嫌だな、まあ、あるじゃないですか、いい面悪い面って何でも言いにくいかもしれないけど、逆に言うとここは
良かったは何ですか？まあ、なんか望んではないんですけど、うんうん、なんかファンレターとかもらった時はやっぱり嬉しいなって思います。ああそうだよね、しかも個人宛てだもんね、うん、俺ら言うても作品宛てなので、うん、なかなかね個人でもらうっていうのはたまにあのちょっと変わった人で、あの原さんのファンですってあのただそういう人ってちょっとひどいなって思うのは、それ真面目に書くなよと思うのが、原田さんの大ファンです、ええ、鉄拳はやったことないですみたいなね。あそうなんだ。原さんの作った作品はちょっとザマレスにしろ鉄拳にしろ何でもやったことはないんですけどやってくれよ、いつもネットで見てます。いやちょっと待てよ、1個でいいから。俺のことは嫌いでもゲームは買ってみたいな。確かに確かにそれはある、正直言うと、うん、そういうのはあるけど、はい、あやっぱファンレター、あファンレターやっぱ嬉しい。そうだよね、そうだよね、めちゃめちゃ嬉しいです。しかもなんか女の子からとか来るの、うんうん、やっぱり同性からもらうって手紙とかも逆にやっぱ嬉しい。嬉しい。そうだよね、なんかそれはなんか分かる気がする。なんかそのこれは良かったとか嬉しいとかそういうのは、もう初対面の人から写真一緒にいいですかとか、うん、あとなんか大会とかに行くとそのよくなんかネットで見てるような芸能人さんだったりとか、うんうんうん、そのプロプレイヤーさんだったりとかと一緒に写真撮っていいですかって向こうから言ってもらえるので、あ、いいんですかってなった時はすごい良かったなと思います。あそうだよね、はい、確かにこれちょっとしんどいなとかこれ嫌だなみたいなことってなんかあるなんかちょっと対局になっちゃうんですけど、うん、私写真撮られたくないんですよ。あ俺それ聞いたことある。コスプレイヤーだからって撮ってもいいわけじゃないんでしょ、うんうん、あれはマナーとして聞くべきなんだよね。あ一応聞いて、そうでも他の大抵の人はもちろん OK ですみたいな感じなんですけど、うんうん、やっぱり取られたくないぜもいるわけじゃないですか、ね、そう私はどっちかっていうとなんかウェイって感じなので、だなんかウェイは全然わからない。写真とかちょっとみたいな。ウェイだけど写真ダメなの？ウェイの人ってなんか写真写ってるイメージがあるけどネタだったらいいんですけど、なんか嫌なんですよね。被写体になりたいわけではないってことですね。ないです、ないです、私嫌です。だから多分それは分解して説明されないと分かんない人も結構多いかもしれないですね、うん、なぜかというとその見られる対象であるのに被写体写真はダメってどういうことって思う人もいるだろうし、うんうんうん、でも写真が嫌っていうのはなんとなく分かりますね。もう俺は昔は写真取材の時も撮らないでくれって言ってた人なんで、うん、いや信じられないと思うけど、うん、なんかブスとか言われるじゃないですか普通に。ああそれね、私も本当に写真写り悪いタイプなんで、ね、うん、嫌だなって、あ、まあ、変に写るの嫌だなみたいなそうそうそう、すごく美少女に撮ってくれるんだったらいいんですけど、ああやっぱり、まあ、タイケブスさんで嫌です。いやでもあの嫉妬も込みでね、そういう人いますからね、うん、そうなかなか写真自分が持ったより残らないじゃない、うん、いやそれは分かる分かる、そこはそういうだからそうやたらめったら撮られるのはやっぱり嫌。いやいや、うん、いや分かりますよ、私も素の時は撮られたくないです。コスプレがっつりやってる時はいいんですけど、キャラになりきってる時は逆にいいけど、逆にいやそれは素で撮るのはダメでしょ、しかもそれは、うん、素は嫌です。素は嫌だけど、いや素も嫌だし、私本当にコスプレしてても嫌なんです。なんか決まったカメラマンさんに撮ってもらったのを自分で家に持って帰ってなんか可愛く加工するみたいなのが好き。ああそれはねいいよね、うん、安心安全、うん、盗撮とかは怖いです。俺とか東京ゲームショウとかだとあのこうやって地方だよ、高校生みたいなやつが撮ってくんだよ。で撮ってくるからさ、お一緒に撮ろうよって言うとすごい勢いで走って逃げていくんだよみんな。大体みんなあの海外の人だけだ、勝手にガンって肩組んでこうやって、いや友達かお前みたいな。そんなです、彼女特にやられてる海外の人は。なぜか距離感が違うんだよね、日本人とな、ね、みんなバーって肩組んでるね。しゅんさん逆にちょっと嫌だなっていうのはその素の時撮られるとか以外なんかコスプレやってて苦労することとかそういうの。苦労することなんだろう、いろいろあるけどな。いろいろあるよね。例えばなんかあります？苦労はいっぱいあるよね。苦労はやっぱ衣装作るから、うん、大変だったりするじゃないですか。キャラデザイン見てこれはどういうことかなっていう衣装はあります。なんか靴と衣装が一体化してる時とか、これどこで区切ればいいんだろうとか。なるほど。あとなんかキャラデザだけ出てて後ろ側が見えないとかいう時はめちゃめちゃこうキャラ動かして、これどういうデザインだろうってめちゃめちゃ。何回かツイッターとかでここが分からないので教えてくださいって言われて詳細資料を出したことが何回かあるわ、うん、
そうだね、あるね。鉄拳はすごく優しいなって思うんです、うん、鉄拳は優しい優しい、うんうん、だってそれはね、どこで食ってるかですよ鉄拳は結局そことかじゃなくて、なんてそのゲーム本体が売れればいいわけじゃん。でも例えば絵そのものが 商品だったりとか、グッズが収入源だと、例えばアニメとか漫画ってさ、あ、漫画は漫画だけど、アニメとかテレビで無料で見れるわけじゃん。だけどグッズが売れるとか、そういうことで関連商品が売れるとかで、なりわいやってるところはやっぱり厳しめになっていくよね。うん、だそれはゲームだ。なんか持って行ったら趣旨業、そうそう、うん、著作権厳しい。そうそう、それそれ、俺それすげえなと思ってほら、著作権ねの許諾の厳しさみたいなところで言うと、やっぱほら、ゲーム業界は優しい、うん、優しいと思います。これ、それは理由があるわけですよ、それなりに。だからそのメインの収入源が、そのそれそのものの、キャラそのものなのか、それともインタラクティブなそのゲーム性なのか、リスクなのか、ダウンロードコンテンツなのか、で、また関連グッズなのか、ライセンスグッズなのかっていうので変わるんだよね。やっぱこっちの、なんていうかね、漫画とかさ、音楽とか、もう、ね、映像とか、もう映像そのものだったり、肖像そのものだったりが、やっぱ商売ってなってくると、それそのものを使われることとか、そのコスプレの、下手したらコスプレの、パーカー一つ、髪飾り一つでも売って商売にしたいけど、それを自作でやられたらたまらんみたいなさまあ極端な話、業界によってね、厳しさはやっぱ違うよね、うん、違うと思います。だけど、そのそういう構図で成り立ってんだね、コスプレ村っていうのは。あ、このね、勘違いしてる方が多いので作ったんですけど、うん、そのコスプレ村みたいな感じで、うん、まあ、大体こんな感じで分かれてて、うん、みたいな。でコスプレ村で、私としおさんみたいな人は、まあ、大体趣味村の趣味層一番広いのかな、これが。逆に言うと、ここがもちろん趣味のボリュームゾーンなわけだ、はい、うん、まあでもそうだよね、コスプレもともとそうだよね。そうです、そうです。もうファン活動で二次創作っていう形ですよね、うん、案件元に迷惑をかけないでやっている、なんか応援みたいな感じで、好きだよみたいな。アイドル村も全くだから別なんですね、業界としては。もうプロとかね、うん、そうですね、うん、プロとか、まあ、ちょっとお金を出て、うん、ああ、そうかそうか、収入源が、そうなるとなんか、まあ、許諾が厳しくなるよね、みたいな。なるほど、そうだね。だそこを逆に言うと、そこのむしろ許諾側からの依頼でやってる場合もあるもんね。もちろんもちろん、そのプロ、ね、新しく出てきたプロ層みたいな方たちはもちろん許諾を得てやってるんですけど、うん、パフォーマーはまた別なんだ、ちょっと。パフォーマー別ですよね、やっぱり音楽使ってっていう。音楽がメインだからかな、そのパフォーマンスが主体だからか。うん、まあコスプレしてパフォーマンスするんですけど、まあグレーゾーンみたいな。グレーゾーン、まあ、どこもグレーなんですけど、まあ新しい勢力みたいな感じですかね。なるほど。あんまりあの YouTube とかが流行って、ニコニコとかで出てきたそうっていう形で、パリピ勢がいわゆるハロウィンとかだけ登場する人たちみたいな。そうですね、もうイージーな感じ、まあ、ある意味一般人に近いです、うん、まあ原宿系は昔ながらのキャラクターというよりはなんか、そうですね、ファッション、ロリータ、可愛い、うん、ジャンルですな、世界が可愛いっていうようなのがここですよね。なるほど。まあなんか、ね、ロミジャンルというか。そうなんだ。ランタさんのところにはいつもネタコスの人が来ますよね。あ、確かに俺のコスプレとか原田さんのコスプレ、ね、原田のコスプレ勢があの世界中にいるんですよ。特にあの世界中にいるんですか。実はね、中米、南米、中東系にやたらと多いんですよ。僕俺の真似をするやつが。そうそう、面白いですね。で、大抵引っ張り出されてるやつは鉄拳ファンじゃなくて、鉄拳ファンの友達が俺に似てて、原田さんになれって無理やりさせられて写真撮られてるってのがやたらどう。じゃあネタコス。ネタコスです、まさに。面白い、うん、で俺もね、逆にね、はい、コスプレしたいと思ったことがあって、でなんでかって、自分はさ、なんか中のキャラになりたいと思っても、俺っぽいキャラなんて、もちろんその特徴がそんなにいっぱいあるわけじゃない、あるのかな、わかんないけど、いないわけですよ、はい。ただね、あの、闇金牛島くん読んでるときに、牛島くんのキャラクターの中のどれかはやれるかなと思ったことがある、うん、でもやっぱりコスプレはね、超ジェンダーフリーの
ものなので、そうそうそう、何でも好きなのやればいい。いやそうなんだ、だからもう絶対誰もわからない闇金しじまくんのシシックシシックっていうね、シシックっていうあの闇金メンバーがいたんですよ。シシックのメンバーのあのジャージがどうしても欲しくて、モン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 スターって書いてあるんだけど、モンモンモンスターって書いてあって、MMMMM って書いてあるやつ、そういうジャージをね売ってねえかなって、売ってないんですよ。でその時売ってねえのかよと、じゃあできねえじゃん、あでもこの感情かと、ないなら作るしかないと思っちゃったね。あこれだ、その時にコスプレをやっぱ衣装自分たちで作ってる人の気持ちはちょっと分かった。これ自分で作ろうかなと思ったもんだって。鉄拳はなんかあれがいないからじゃないですか。ん、弥生系ってこと？そうそう、弥生系。鉄拳も弥生系多少あるみたいだけどね。でも確かに作ってる側がちょっとそういう色気を出してないよね。そうですよね、なんか筋肉筋肉しててなんか健康的不女子が取りつくしまう、あれ健康的になっちゃうんだ、あれはなんか取りつくしまうないよね、うん、そうですね、不女子がね。でも確かにそうなんだよな、綺麗めの男子とか、そうそうそう、ノクティスが来た時にあっってなった時もありましたけど、ノクティスノクティスはそうだよ、人間味方そうだよ、やばいってなりましたけど、ノクティスの時の騒ぎはすごかったよ全然見たことがない人たちが俺のツイッターに駆け寄ってきて、それは海外もですか？いやもう海外も日本ももうみんな、あのノクティスファンはすごかった。ファイナルファンタジーってこういう世界なんだってなんか垣間見た。なんか、はいはいはい、普段とは全然違う。ツイッターなのに黄色い声援が見える。そうそう。何かを発表するために黄色い声援がツイッターなのにすごいぞみたいな。全然違うよね。あ、そう。うん、全然違いますね。どうしてもさ、俺らこう。なんていうの。うん、あのなんかこうやった時にこうやる時なんかさ細いとモーションがなんかここでかくしてくれ、ここでかくしてくれ、ここでいいねいいねみたいなことや作り方やってるからちょっとそこがね色気がないんだろうね。うん、いやでも古来よりのファンはそれを望んでるじゃないですか、やっぱり。それはあるかもな鉄拳もあの風間陣をやってるすごい人いますよね、はい、筋肉の人います、ね、あの人、あのゲームの筋肉みたいなのつけてる人がいるんですよ。だからあれはすごい話題になるんですよ、やっぱり、はいはいはい、リツイートもすごいされるし、かっこいいです。だってもう衣装云々じゃなく、うん、もう自ら一人で CG みたいになってるんですよ。痩せれば済むって話じゃないもん、ね、うん、そう CG みたいなキャラになると、はいはい、すごい、でものすごいね、あれ究極のコスプレだよね。究極のコスプレですよ。だ人体改造でしょ。もうだから実写版やってくれって言いたくなるような。ねえ。すごいですね。聞いてください。シオンさん、スタジオ経営してるんですよ。え、マジで？はい。コスプレのスタジオ経営してまして。え、すごいすごい。どう？やっぱみんな結構来る？いや、でもコロナになってから全然来なくなっちゃって。まあ、少人数で 2,3 人とかで来る動画はあったんですけど。でもじゃあコロナ以前意外とちゃんとコンサート。そうですね。なんか長崎でやってるんですけど、その福岡から 2,30 人こうわーって来て。じゃあ逆に言うとあんま、そのでも確かでもスタジオって多分東京だとね結構、はい、いっぱいあるんだけど、そうそう、長崎だとそんな全然ないんですよ。九州とかそんなないんだ。いいとこ目つけましたねみんな探してるんですよ。あ、いいねいいね、はい、そういうのね。で私がやってるのが、うん、あの古民家スタジオで、うん、和なんですよね、うん、あ、なるほど。だからなんか刀剣乱舞だったりとか、うん、和装の結構キャラが日本だからありそうだけどないんだよね。そういう場所はね、こう文化財とかになっちゃって撮影ができないとか難しいところがあるので、今時畳の部屋探すのも大変だからね。実は実家が畳とかじゃない限りね。そうなんですよ。なので結構探されて県外から来られたりとかするのが、うん、すごい素敵なスタジオなんです。あ、そうなんだ。はい、ぜひ来てください。いいね。なんかこう、おどろおどろしいセットとかあればいいんだけど、なんかな。幽霊が出そうな部屋とか、なんかそういう。古民家を改造したんですか？いや、そのままです。もう築96年ぐらい。え、嘘でしょ？そんなのあったの？ありました。が、あの、もうなんか、ネットで、うん、あの貸し屋みたいになってて、探して、で、あ、ここいいじゃんと思って借りて、スタジオ貸して、スタジオ貸して、で、いや、それ趣味と実益を兼ねるとまさにそのことですね、はい、使えますよってしたら結構来るみたいな、うん、自分でもそこで撮影しちゃう。そうです、そうです、そうなんですよ。いいね、それ、はい、だから鉄拳もこう和のキャラをもっとしてくれれば私自分のスタジオでできるのになと思って。あ、今だと国光ぐらいしかいない。そうです、そうです、和美もですね、和美とかね、
やりたいなって思って。かずみのコスプレはやたらと海外の人がしたがるんだよね。ああ、素敵。ああいう和服着てみたくなるのかな、やっぱりな、うん、でも和服って意外と簡単なんですよね。結構、え、そうなの。そう、直線なんでバーバーみたいな。でも長いんだけど直線が長いだけで結構、ここ意外とフリフリとかの方が、あ、フリフリの方が結構難しい。エリザは大変な部類なの、これは。結構、いやでもそんなに難しくはなかったです。角は難しいけど、角はまあ工夫はしましたけど。そう、髪の毛はつけ、地毛だけじゃない。じゃあズラズラです、全部。あ、フルウィッグです。やっぱ足すんだ。あ、まあ、そうなんだ。そうだよね。え、これキキアンは、あ、ズラです。あ、そう、ズラなんだ。うまいこと入るもんなんで。ズラウィッグ、ウィッグだよね。はい、あ、そう、性格が出ますね。すごいね、面白いよ。かすんで一式リリちゃんなってみませんか。ね、あ、俺やったんだよ、香港で一回リリー。リリー香港でね、小野さんとの、何枚かネットに残ってると思うんで、小野さんとの罰ゲームで負けて、ソニーの、SIE のね、ソニーコンピュータ、その頃はこのソニーコンピュータエンターテインメントのステージ上で、俺リリーやらされたの。で、現地のコスプレイヤーのリリーの衣装を借りて、女性のね、もちろんもちろん借りてやったんだけど、あの最後背中締めるときギューブチッって言って全然入んなくてここまでですって言われて、こうビロンビロンの状態で出ていったんだけど。面白い。あと全然関係ない質問し、コスプレと全く関係ないんだけど、はい、じゃあしおんさんから、はい、幽霊見える？見えないです。あら、ほら、やっぱ見えないんだよね。見えないですか。はい、じゃあ見えないです。見えない、見える人が現れないね、なかなか。そうか、古民家にも現れない。ない、見たことないですね。でも築96年行けてるってことは座敷わらしはいる可能性があるね。あ、そうかもしれないですね。でもいい話じゃないですか、座敷わらし。はい、あ、そうなんだよ。でもあれ言ったら実際怖いと思うよ。う、うん、怖いですけど、うん、評判いいじゃないですか、座敷わらしは。座敷わらしはいるべき人だからね、うんうん、でも幽霊は見たことないですけど、うんうんうん、オカルト現象みたいなのはあります。まあ、そう、人によって結構あると思うんだけど、うん、例えばどういう、まあ、一つは自分の家で寝てるときに誰かが泣いてるんです。うん、怖い。だけど、まあでも後ろ姿が見えたんですけど、うん、でもよくわからない。それが一つと、うん、あともう一つはなんかコスプレ関連でちょっと名古屋に泊まった時に、うん、なんかトントンって部屋を叩かれて、ホテル？で、ホテル、うん、で出ると誰もいないんですよ、うん、で、まあ別にそれって気にしないじゃないですか。まあなんかピンポンダッシュかなみたいな感じで、うんうん、俺がよく会うやつだ。エボのラスベガスのホテルで、やたらとノックされるんだけど、もう開けたら必ず誰もいないか、誰かがダッシュで逃げてるからだ、うん、そう、だからそれかなと思ったら、うん、全員、そのホテル泊まってた全員やられてるんですよね。怖い。あ、うちの友達たちがやられた。もうちょっとやめてよ、聞くよ。それはだから、それだからリアルに嫌がらせの可能性あるね。それで、そのホテル、うん、次の年も泊まったんですよ。うん、また複数人で、うんうんうん、部屋分かれて、うん、その時もあったんですよ。なるほど。だからここやべえんじゃないかなと思って。それはホテルの支配人ですね。いや違うか。違う違う、ノックする支配人みたいな。そう、ノックがすごいんですよね。別の部屋でもあったんです。え、それはやっぱりそのドアが明らかにコンコンってなってるの？ドアが明らかにコンコンなんですよ。すごいね。それ何なの？絶対来るんでコンコンって。でもさ、それそのポイントはやっぱり自分だけじゃなくて他人もそれは。他人もそうなんですよ。だから怖、みんなそうって言って。でもなんでそれ次の年も止まったの？あ、指定されてたんですよね。あ、コスプレイベントで。コスプレはしゃあないね。その指定した人が怪しいな。違うか。だって私がこのホテル泊まるから別で、その私以外に言われてない人もこのホテル泊まるって言ってみんなで泊まったホテルだったんで、だから他の子がトントンされるのはおかしい。おかしいよな。特定でしてるわけじゃないもんね。でもそこのホテルぜひ。そこのホテルをぜひ。あ、行きたい行きたい。それ、あとで教えてちょっと。はい、そう、行く。俺は行かない。絶対行かない。で、絶対検証してください。そこ、うん、本当に、うん、出る。いや出るに違いない。これ桜井さんに言ってほしいな。あの方はそのいわゆるホラーゲーム不感症で。
そういうその肝試しとかも、うん、学校の小学校の肝試しも誰も仲間を引き連れずに一人で真夜中の学校に泊まるってイベントで肝試し一人で行って普通に一番最初に普通に帰ってきてゴールしちゃうような人なんですよ。ホラーゲームとかホラー映画でもう続々ってうわ怖い怖いってならない人なのね、うん、だからそういう桜井さんがそういうところに泊まるとおそらくコンコンってノックしたら「はい」って言ってガチャって出て「うん、うん、誰もいませんね」って出てまたノックされたら「はい」って出て「誰もいませんね」不思議ですね。それで終わりじゃないですかじゃあ。いや普通にフロントに「ノックする人がいます」って言っちゃうんだろうなみたいな。冷静に対処しちゃう、うん、そういう体験ありますか怖いの。怖い体験でも友達が見える子で。逆に怖いよね人が見えててね。あの修学旅行に行ってあの、うん、京都かどっかのホテルに泊まった時にエレベーターみんなで乗って、うん、部屋の階に行って出た時にねおじさん乗ってたよねって言われて怖いな。怖いなそれは怖いな。ちなみにだからこのコスプレのこれで言うとゲーム業界今どういうフェーズにあるかというとあれでしょう。なんかグレーみたいなグレーゾーンみたいな言われ方でグレーのままで行きたかったんですよ我々は。あの何を許諾するしませんってね1-0じゃなくて、はい、1-0じゃなくてその曖昧で済ませたい側だったんだが、うん、最近動向が変わってきてですねコスプレする人二次創作する人の側から白黒つけてくれって言われることが増えたんですよ、うん、で白黒つけてって言われると僕らはダメですとしか言いようがないからやめてって言ったんだけどそれももうダメになってきて、はいグレーで行きたいっていうメッセージを出し続けたんだけどもう白黒つけて税の方がちょっと多くなり始めたんですね。多くなったのかそれが声が大きいのかっていうところだと微妙なんですがでそうなってくると何どういうフェーズになってるかっていうと今配信にしろ何でもそうだけどどこまでを許諾するかっていうガイドラインを、まあ、各社作り始めましたね。はい、そうですね二次創作ガイドラインっていうものを出してる、うんそうそこはありますね。どんどん出てきたので、まあ、バンナも一部ちょっと出てますね。あれはもともとグレーで行きたいって言ったんだけど耐えれなくなった我々が迫られてじゃあちょっとやっぱりうん、じゃあやっぱりある程度ガイドラインを作りましょうってやって一部のタイトルから始めスタートして、はい、ただその本音で言うと別に禁じたい人はこっちの業界にはあんまりないですよ。これ業界によりますよ。だから一概には言えないしあとタイトルにもよるけどゲームの、うん、前から言ってるけど鉄拳とかだからほらそこで稼いでるわけじゃないんでいやーそうコスプレとかはもう自由にやってよっていうかむしろやもっとやってよみたいなぐらいね。そうですね、うん、なんかツイッターとかが出てきてそのコミュニケーション取れるようになってですよね、弊害というか。そうそうそう、まあ、弊害もいや害ではないんですよ。逆に言うとそれぐらいやる側も気持ちよくやりたいってのあるんでしょ。でもその、うん、やりたい側とやりたい側が争って、うん、じゃあここに白黒いや分かる分かる分かる、あれは一番つらい。面倒くさいというかつらい。こっちから見ててだって同じファンだもん。そうじゃないですか。そう争ってほしくないねえ、あれ面倒くさいんですよ。それはだからオフィシャルに聞きましょうよって言ったらオフィシャルに聞くなんてとんでもないっていうぜとオフィシャルに聞くべきだぜって分かれてきちゃうでしょ。で本当はもう別にゲーム特にゲームとかね、うん、こっちの人たちはいや いいんだよって言いたいんだけど、いいんだよって言ったら今度01で何でもいいと思う人もいるし、そうなんです、01じゃないんですよ。そうなんですよ、ね、でそしたらそれは暗黙の了解って言葉使っちゃうと暗黙の了解って何ですかって言われるわけ。でグレーって何ですかって言われる、白ですか黒ですかっていうね、イエスかノーかで答えてくださいは増えちゃったやっぱり、うんうん、これが全部にいいのかって言ったらそうでもないし、でも逆に言って配信系には良かったりするんですよね、うん、配信はもうある程度言ってあげないと、はい、いいよ、いいけどネタバレ禁止っていうゲームもあれば、うん、いいけど収益取るなとか、収益取ってもいいよ、その代わりこうしてくださいとか、なんかいろんなパターンがあるよね、うん、そういうのははっきりしてて、コスプレぐらいはもう、でもコスプレは自作じゃないとダメみたいなのが、うん、ありますよね。ありますね。買っちゃダメ、そのオフィシャル許諾受けてない会社から会社が作ってるものを買っちゃダメっていうのを出されたりするので、分かる分かる、そうするとそのなんだろう
作れない子たちが、あ、じゃあこの作品できないじゃんみたいになっちゃったり。そうかそうか、そうだよね、うん、いや今結構海外のサイトでも鉄拳もすっごい売ってんだよ、うんうんうん、売ってますよね、セットでね売ってたりとかして、うん、まあ難しいところではあるよね。いやかといってじゃあオフィシャルがさ、うん、コスプレの商品を作って売ってあげればいいのかって言ったさ、そりゃまたそうでもなかったりするわけじゃん。だって作る楽しみがあったりするわけだからね。うんうん、まあね、結局趣味層のファン活動みたいなものなので、うん。でもなんかなんていうの、そういうワンポイントのものは作って売った方がいいんじゃないと思う時ある。これ売ってほしいとか、そういうの、そういうのとか、ありますよね。なんかなんだろう、その例えばじゃあさ、そのタトゥーの、はい、ーもうデータとかをアップしてね、自由に使っていいとかね、そうオフィシャルとして。それ素敵。それやろうか、そういう。とか武器とか、ちっちゃい武器とかだったら売ってから、あ、もうグッズに、あ、そうか、そのまま、買っちゃおうかな、そうだな、そうだな、そのまま使えるしとか思っちゃいます。これエリーさんのここデータ公表してくれれば、そうそうなんですよ。なんかみんなつけエリザベラの方がちっちゃくしてここにこう、あ、いいね、とかなんかつけたりとか。分かった分かった。じゃあそういうのちょっとやった方がいいかな。私もゲームからこうスクショしてこう一時間ちょうちょうやってそうそう、あのゲームの解像度がまだ最近上がってきたからまだいいけど、うん、ね、昔は解像度低かった時はもうなんだか分かんない昔はなんだか分からない、うん、面白い。そうかそうか、そう、まだ鉄拳ギャラリーモードとかでアップで見れるもんね。そうかそうか、そういうちょっともうちょっとこっちからサポートしてもいいかな。うん、ああ、嬉しい。ちょっとそれ考えます。考えてください。まあ、テクスチャーデータとか上げたこともあるんだけどね、一回ね。ただタトゥーデータとかみんな欲しがるよね。海外の人は恐ろしいね、そういうのアップするじゃん。本当に入れてくるからね。やばいやばい。海外のさ、アップしたデータ本気で入れてきてさ、次のさゲームショーとか来てさ、花さん見てくださいっつって、ツイッターにアップされてた画像ここに入れましたみたいな、本物かよお前それみたいな。いいと思います。コスプレスペシャルはもうちょっとちゃんとやりたいんですよ。まあ、もうちょっと何人かで、もうちょっとコロナ落ち着いたら、もう何名か鉄拳に限らずね、呼んで。こういう話ができたらなと思いますので、ぜひその時また来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。